ここぐらいしかない。本当。これね。これさ横浜も三年だ。5レーンでやるの次ぐらい。5レーンがこう継ぎ目が荒いっていうか、多分段差が多いから、長径の方が多分。いや分かんない。え、台形の方がいいんですよね。だよね。全然違うこと言ってんじゃん、もう。風間マジ。何も分かんないよ。いや、モーターをどうするかってことですよ。モーターね。僕もう今アトミックチューンに変えましたから。本当に？今。いやいや、もうね、みんな改良してね、はい、藤山余裕でね、ハイパーダッシュで行くと思うんですよ。うん、そうだ、ね。そこは逆に穴。なんか実際ツイッターとか見てたら、もう最初のバンクの上り、あの30度バンクの前あるやつ、そこで飛んだっていう人います。あ、そうなんですか。だからもうみんな余裕でハイパーダッシュつけて飛んじゃう。そう、藤山の前でもう飛んじゃうみたいなのを考えて遊びつけて、そうそうそう。もうみんな余裕でこう飛ぶのを想定して、俺はゆっくりゆっくり回るっていう。ウサギとカメだ。そう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 。でも落としすぎじゃない？アトミックチューン。そんなことないですか？アトミックがちょうどいいかも。そうなの。アトミックがライトラッシュ。なるほど。あれ黒木さんフルクチューン。そうなんですか？え、そうなの？フルクチューンね、ぶっ飛んだけど。え？それはセッティングが悪い。雨降っていて、もうブレーキ意味なかったんですよ。ブレーキの力も全然効力なかったから、なんか軽く飛んじゃったの。ヒロキトルクチューンとか持ってたの？トルクチューンじゃん、拾ってたよ。拾うとこ見たの。え拾うとこ見たの、トルクチューン。あ、トルクチューンだ。あいつ、そういうとこあるからね。よーくね。うわ、どうしたどうした。なんかあれだな、うわ、あ、アトミックチューンで迷ういな。あ、外れてる、あ、外れてる。どうした？モーターがずれて全然走んなかったんだよ。教えて、ダンサー先生。わかんないです、わかんないです。僕もわかんないです。